はい、こんにちは、116ウィンズです。今週末はイチローさんがマリナーズのチーム殿堂入りを果たしたり、今日の試合も相手先発がシェーンビーバーながらも延長の末ハニガーのサヨナラタイムリーで勝ったりと、とにかくいい日だったわけですが、フリオ・ロドリゲスの契約延長のニュースは最高でしたね。今季ルーキーながらスターの階段を上りつつある21歳は、今日マリナーズと来季から最大で17年総額4億7000万ドルにもなり得る超大型契約にて契約延長に合意したとチームから発表がありまして、もしその最大のケースが実現した際には球界史上最長最大規模の契約にもなり得ると。今回の契約には全球団へのトレード拒否条項も入っているため、フリオが残りのキャリアをシアトルで終える可能性をかなり高める契約となりました。もちろんスタントンやアレナドのように大型契約の途中でトレードになることはメジャーではよくあることなので、果たしてフリオが本当にシアトルでキャリアを終えることになるかは今後の彼やマリナーズ次第ではありますが、少なくともこの契約に合意したからにはフリオ自身はマリナーズのフランチャイズプレイヤーとしてスーパースターになる道を考えている、これがよく現れる契約になったんじゃないのかなと思っています。フリオの契約延長をいつかはしてほしいと思っていましたが、まさかこんなに早く実現するとは思いませんでしたね。さすがディポトさん、仕事のできる方です。フリオはまだ21歳、契約延長が決まった時点で MLB 通算108試合と、まだキャリア序盤も序盤なわけですが、それでもマリナーズがこれだけの金額をコミットするだけの活躍はこの間確かに見せてくれてはいます。開幕1ヶ月ほどはメジャーへの適応に苦しみはしましたが、その後はポテンシャルを遺憾なく発揮し、すでにチームトップとなるウィンズアボリプレイスメント 4.3 を稼ぎ出し、新人王争いもリードしている状況ですし、両リーグで今季唯一ルーキーでのオールスター選出、ホームランダービーでのド派手な活躍によって球界中のファンにフリオがいかに特別な才能なのかも示せたことでしょう。今のところ走攻守に高いレベルでプレーできていまして、プロスペクト時代は両翼向きの評価だった守備も今季センターで平均以上の水準で守ったりと改善も見られますし、もはや彼のセンター守備はマリナーズになくてはならない存在ですし、バッティング面でもここぞの場面で打ってくれるのがフリオです。後半戦入ってから怪我で離脱することもありましたが、やっぱり打線にフリオがいるかいないかでは全然違うなと実感しましたし、これこそがスーパースター候補の選手なんだとも思いますよね。まだ1年目なのでこれからどんな成長曲線を描くかは分かりませんが、マリナーズは彼を世代を代表する才能、ジェネレーショナルタレントとして期待しているからこその今回の長期契約に至ったんでしょう。契約内容についても触れていきますが、結構特殊な契約となっています。まず基本の契約は来期からの7年総額1億2000万ドル。ここには契約金1500万ドルも含まれていますが、2023年から2029年までカバーということになりますね。フリオがこのまま順調にプレーできれば、2024年オフに年俸調停の資格を、2027年オフに FA 権取得の予定でしたが、今回の契約で彼の年俸調停3年分と FA2 年分を平均1500万ドルの年俸で買い取った形です。今のようにオールスターレベルのレギュラーとしてプレーしてくれるなら、平均1500万ドルはバーゲンかなと。フリオはスーパー2に該当する可能性もあり、その場合は年俸調停4年分を買い取ったことになりますので、なおのこと契約安く感じることになるでしょう。似たような契約としてロナルド・アクーニャ・ジュニアが1年目終了後にブレイブスと8年総額1億ドルの契約結んだものがありますが、あれは結果的に年俸調停4年分と FA 権3年分を買い取る大変チームに優しい契約となりまして、さすがに今回のフリオの契約はあれほどのバーゲンではないと思いつつ、昨今のインフレなども考えるとやっぱりフリオの基本部分の契約はチームに優しい設計なのかなと思いました。22歳から28歳のシーズンと、野球選手として脂の乗った時期であることも含めると結構安めかなという印象です。で、複雑なのはその後です。2028年シーズン終了後、契約最終年を迎える前にマリナーズはフリオとクラブオプションを行使する形で契約をさらに延長することができるんですが、このオプションはベースの金額が8年総額2億ドル。ただし2028年までのフリオのパフォーマンス、具体的には MVP 投票における得票状況に応じてこのクラブオプションの内容が変わってきます。例えば MVP 投票トップ10入りを2年3年達成した場合には8年総額2億4000万ドル。MVP 投票トップ10入りを4年達成した場合は8年総額2億6000万ドル。MVP を受賞かつ他の都市にトップ5入りを達成した。あるいは MVP 投票トップ5入りを3年達成した場合には8年総額2億8000万ドル。最も高いケース MVP を2回受賞した。または MVP 投票トップ5入りを4年達成した場合には10年総額3億5000万ドルと、MVP 投票で上位に入れば入るほどクラブオプションの金額が増額されるような契約となっています。で、これの最大のケース MVP2 回受賞か、 MVP 投票トップ5入りを4年達成した場合に基本の7年総額1億2000万ドルの契約と合わせると17年総額4億7000万ドルの契約になると。
逆にフリオがあまり活躍できず、マリナーズがクラブオプション自体を破棄した場合には、今度はフリオ側にプレイヤーオプションという形で契約の選択権が与えられ、こちらは5年総額9000万ドル。プレイヤーオプションも破棄して FA になることも一応できますが、そうならなかった場合、この契約から最低でもフリオは12年総額2億1000万ドルもの金額を手にすることができます。まあフリオが MVP2 回受賞するような選手になるんだったら、10年総額3億5000万ドルでもおそらくその時の相場と比べたら安いでしょうし、逆にフリオが思ったほど活躍できなかったとしても、パドレスがタティスジュニアと結んだ14年総額3億4000万ドルほどには金銭面のダメージはないので、かなり考えて作られた契約ですよね。いずれにしてもこれから長い間フリオはマリナーズの顔としてプレーしてくれる、これは間違いないでしょう。それにしてもせいぜい100試合くらいしかプレーしていない選手にこんな契約リスク大きすぎないかと思われた方も多いかと思いますが、リスクは間違いなく大きいです。ルーキーの未来ほどに不確定なものはなく、これからどうなるかは本当に誰にもわかりません。新人王クラスの活躍を見せた翌年以降はさっぱりなんて選手もたくさんいますしね。一方でマリナーズのようにお金持ちでもないチームがフリオのような選手を今後も残したいのであれば、今動くしかなかったのもまた事実です。今後も今レベルの活躍を続ければ金額からしてマリナーズでは手が届かない選手になっていたことでしょうし、それこそナショナルズがフアン・ソトと契約延長できずにトレードせざるを得ない状況に追い込まれることも十分あり得たと思います。フランチャイズのスーパースターをトレードしなくてはいけないほど悲しいこともありません。マリナーズが本気でフリオがスーパースターになると信じ、彼を今後もチームに残したいと願うのであれば、フリオがこれからどんな選手に成長していくのかが確定していない今動くしかなかった、そんな契約延長にも見えましたし、これしかないと思えるような契約ではありましたね。あとは彼がその期待に応えてくれることを祈るのみですが、野球に対する姿勢などを含めメイクアップの評価が非常に高いフリオのことですので、あんまり心配しなくてもいいんじゃないかなと信じています。マリナーズはかつてケン・グリフィー・ジュニアやアレックス・ロドリゲスと球界のスーパースターと呼ぶにふさわしい選手が出てきましたが、2人とも最終的にはチームを去ることになってしまいました。なかなかスターが定着しないチームなので、フリオもいずれそうなるんじゃないかと正直少し心配していました。しかし今日フリオがマリナーズ一筋でプレーする覚悟を見せてくれた。マリナーズを応援する一人の人間としてこれ以上に嬉しいことはないですよ。ドミニカ共和国の小さい町に生まれながら、メジャーリーグのスーパースターを目指してフリオはプロスペクト時代から野球だけではなく英語を必死に習得したりと、なりたい自分への本気度が伺える選手なので、シアトルマリナーズの選手として MLB のスーパースターへ、これからも J ロッドショーを楽しませてもらいたいなと思っています。ちなみに契約延長を受けてのフリオのコメントも、チームやファンへの愛、マリナーズで勝ちたい思いが伝わってきて泣けます。フリオ、マリナーズを世界一へ導いてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。